とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、本気のカバンビルドやっていきたいと思います。防具がこれ、輝くローブの、大連雷フォーカス、クールダウンポーションバリアですね。で、それに弓を、ウィンドボウにします。ウィンドボウは敵を引き寄せるので、範囲が狭くなったカバンとの相性がすごくいいです。で、さらにこれは、虚無がついてるし、バーストボーストリングもついてるので、かなりの敵を引き寄せて虚無にすることができます。アーティファクトは、エレメントのカバン、そしてドラ、羽。これで、やってみましょう。それでは、行きましょうか。失われた集落、デイリーさんです。魂4倍と魂の速度を持ってます。で、モブがスポナーに変わるっていうところですね。うん。この魂何倍とかになるといいんだよね。このビルドの弱点が矢の欠損なのよ。でもこの魂がこんだけ入手できれば多分欠損することもないでしょう。おそらくね。キャプテンいるのか？いないんかい。あ、こっちにある。あ、いや、ここはいないところだ。うわー、なくなったやばい。やばいやばいやばい。完全にやばくなった。これね、なくなるともう即アウトなんだよね。ちょっと戻りながら、あ、矢があった。ここでちょっと増殖します。880本。まあまあまあ、こんだけあれば、途中まではいけるね。うん、最後まではちょっと厳しいかもしれないけども、まあ、途中まで行って、で、そこで、また、増殖すればいいか。残り2、300本になったら、また増殖していきましょう。はい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 。素晴らしい。もうすべてがね、マッチすんのよね。すべてがマッチする。まず敵を引き寄せるでしょ。で、引き寄せた時に、虚無で敵を虚無化させます。で、おいおい。で、さらに、引き寄せたところで、大連でダメージを与えれます。で、その大連がダメージが、雷フォーカスでダメージアップしてる。で、追撃で、カバンで攻撃ができる。まあ、そういう感じで、マッチしておりますよ。あれ？どこだ？まあまあいいや。この下から行くんだね。ここ道がね、若干めんどくさいところがあるんだよな。でもキャプテンはね、確かここはすごく居やすい場所なので大丈夫でしょう。で、流れ込む魂なので、ここは流れ込む魂での回復になるので若干回復が遅れるんだよね。そこをちょっと注意しながらやっていきましょうか。キャプテンがまだ1体だね。ということはまだまだいるはずでしょう。ここはほぼほぼ6体いると思うんで、大丈夫です。あ、なるほど、白熊はあれか。あれだ。帯電が発生しないんだ、あいつには。そうか、そうか、そうか。ちょっと白熊は要注意かもしれない。はい、はい、はい、はい。突っ込んでいってガシガシすれば、それだけで勝てる。神秘。なんだ、さっきのが何？プレイヤーのダメージが 60% 減少して、モブ HP が 160%? これは、地獄だな。これは敵の耐久力が半端じゃなくない？でも、これですらいけるのが、カバンでしょう。いた！あ、全然倒せる、倒せる、倒せる。この状況でも倒してはいけるけども、スポナーだから敵が多い。よし、何出た？
ん、何？あ、モブが霊気を持ってる。あ、霊気は大丈夫。うん、このビルドで霊気は、別に効果ないんで大丈夫ですね。いやいやいや、でもやっぱね、攻撃 60% 減と HP160% はきつい。これはきつい。まあまあ自分の HP が減ってない分まだマシな気はするけどね。うん、いるっしょ。いたいたいた。オーケー。はい、いけた。もうスポナーうっとい。敵を呼ぶな。よし、いけた。まあ、こんな感じでいけるわ。いけます。矢は大丈夫ね。千何百本あればとりあえずはまだいける。それでは後半戦いきましょう。厳しいよ、結構。おそらくやっぱりここのね、問題点はあれだね、スポナーだわ。やっぱスポナーがきつい。敵がね、この状況で増えてくるっていうのがものすごい脅威なのよ。 OK、 いるいるけども、ポーションバリアがないのがつらいな。ポーションバリアなしでちょっと短期で突っ込むのはこれ厳しくないか。うん、ちょっと自殺行為だわ。あ、やばい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 。あっぶねえ、あっぶねえ。やけどを吸い込むと相当きつい。よし、オッケー。倒す。ポーションバリアなしでいけるでしょう。よっしゃー。で、脅威が2。あと1体いるかな。まあまあこのままちょっと進んでいきましょうか。あー、白クマに攻撃当てるとちょっと辛い。白クマに当てるとね、あいつ帯電効かないんでちょっと倒すのがめんどくさいな。で、さっきイリュージョナーを倒したからここには出てこないでしょう。大丈夫と思う。キャプテンいないかもね、これ最後。あー、もういないわ。これで終わりだ。うん、あ、でもまあまあまあ5体はいたんでいいでしょう。なかなかきついエンチャントだったよ。エンチャントっていうか変更点。まあ、最後までちょっとね、気を抜かずにいきましょう。おいおい、流れ込む魂での回復は時差があるから要注意。うん、2つはね、えぐいエンチャントだったけども、1つはね、まあまあ近接でいけばきつかったよ、霊気持ってたら。でもカバンミルドだったら別に関係ないので大丈夫でしたね。 OK、 はい、第2ステージゴー。え、ボス何だったっけ。あ、イリュージョナーか。ここはイリュージョナーが出てきたっけ。あんま覚えてないけど確かそうだよね。確かイリュージョナーを第3ステージで倒しておしまいだった気がする。うん、強いとか言いながら死ぬからちょっと要注意ね。気を抜くとほんとすぐ死ぬからね、要注意です。敵の HP とこっちの攻撃力が下がりに下がりまくってるんで注意していかないとね。はい、ラスト。あ、やっぱイリュージョナーだ。大丈夫、ブラインドも効かないんで大丈夫です。 OK、 帯電とカバンにはブラインドは無意味。まあ弓攻撃はね当たらなくなるんだけども大丈夫でしょう。なんか今飛んでいかなかった。あ、飛んでったよね。何だったの。よし、終わりだ。まだか。これで最後か。これで最後だ。まだ出てきてるよ。よし、倒しましたね。
はい、ということで今日は本気のカバンビルドやってみました。ウィンドボーですね。バーストボーストリング、クールダウンショット、アーティファクトチャージ、虚無です。に輝くローブの、雷フォーカス、帯電、クールダウン、ポーションバリアで、羽、ドラ、カバンです。全てがマッチしてかなり良かったと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。